Spinner。 おはようございます、望月由美子です。5月29日水曜日、世界で今起きていること。南アフリカで行われている総選挙、すべての人種が参加する平等な選挙が初めて実施されてから30年という節目の選挙です。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。南アフリカで総選挙。南アフリカで今日、5年に一度の総選挙の投票が行われます。今年はアパルトヘイト、人種隔離政策が撤廃され、黒人も参加した平等な選挙が行われてから30年となる節目の年ですが、ネルソン・マンデラが設立した ANC アフリカ民族会議は、民主化以降で初めて議会で過半数割れする公算が強まっています。 ANC は1994年からこれまでずっと単独で政権を担ってきましたが、汚職の蔓延や高止まりする失業率、インフラの老朽化による慢性的な停電など、社会の機能不全に対する強い不満を背景に支持率が落ち込んでいます。またアパルトヘイト時代を知らない若年層を中心に、国民の要求が変化していることも指摘されています。クリーンなイメージを売りにしてきた現職のラマポーザ大統領も、2020年に自宅で大量の現金が見つかるなど汚職疑惑が出ており、選挙の結果次第では辞任を迫られる可能性もあります。中国は半導体産業にかけている。 CNN によると、中国政府は半導体投資ファンドを設立し、中国での半導体製造を活性化させようとしています。中国では2015年、今後10年における製造業の発展のロードマップを示す計画、メイドインチャイナ2025が発表されました。これは国内の製造業のイノベーションや品質向上、 IoT 化を進める目的で策定されています。今回ファンドに投入された金額はおよそ 47.5 億ドル、日本円にしておよそ7500億円に及び、これまでに中国が半導体産業に対して行った支出の中でも最高額です。メリンダは止まらない。マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツの元妻のメリンダ・ゲイツは28日、世界中の女性や女児を支援する団体に今後2年間で10億ドルを寄付すると発表しました。メリンダが慈善団体であるビル&メリンダ・ゲイツ団体の共同議長を退くことを明らかにして以降、多額の寄付が明らかになるのは初めてです。寄付の対象となるのは女性や家族、中絶の権利を支援する団体や個人です。2021年にゲイツと離婚した際に交わした合意では、メリンダは慈善活動に使用する目的で125億ドルを受け取ることになっています。 AI の安全性は確保できるのか。オープン AI が AI モデルの安全性とセキュリティを評価する委員会を設置しました。同社の技術について90日間かけて調査と評価を行い、報告書を作成するとしています。また同社は最新の AI モデルのトレーニングを開始したことも発表。詳細は明らかにしていませんが、 AGI 汎用人工知能への道のりで次のレベルの機能をもたらすことを期待しているとしています。同社では高度な AI の安全対策に特化したスーパーアライメントチームを率いていた共同創設者のイリア・サツキーバーが退社し、チームも解散していました。
アップルストアがレゴになる？レゴがファンから新製品のアイデアを募集する公式コミュニティレゴアイデアにアップルの直営店アップルストアが投稿されています。レゴアイデアではユーザーから1万票を獲得すると製品化が審査・検討されます。このアイデアを投稿したデザイナーの一人は香港在住のレゴファンで、過去にはガンダムや千と千尋の神隠しのアイデアを投稿しています。得票数は現時点でおよそ1600票。投票締め切りの600日後が楽しみです。南アフリカで行われる5年に一度の総選挙、節目となる今回の選挙の動向に注目ですね。ぜひ皆さんのご意見やご感想を SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。望月由美子でした。良い一日を。